さあ、国境付近にやってきまして、少し進むとですね、なんかなんだかすんごい光景が映ってるんですけど、まあ、ここですね。はい。クッパが、なぜかでかい大砲にはまっております。コインコインコインじゃなくてさ。クッパが大砲にはまる絵はなかなか見られないぞ。おお、マリオ、いいとこに来たぞ。早く我が輩をここから出すのだ。来たー。大魔王クッパともあろうものが、大砲の輪が落ちるとはなんてざまだ。貴様何者だ。わしはこの星屑らの大魔王、ホッスイ様だ。ホッスイ将軍。ホッスイ。お前の噂って聞いたけど大したことないじゃないか。うわ、そっから欲しかったらわしにコイン渡すんだね。コインホッスイだからですね。まさに、まさにホッスイです。コイン全部渡せば自由になれるぞ。この恥ずかしい出来を秘密にしておいてやるぞ。悔しいぞ、悔しいぞ。クッパが泣くところもなかなか見ねえな。何？お前が持っている103コイン全部渡すだと？まあ、コイン渡して、じゃあ解放してくれんのかというと、これはキノコ国のコインじゃねえか。ここは豆に多いことだ。外国の家で妖怪しないとな。本日の顔され、取れば9コインか103倍10倍なり。GBA 版ではですね、キノコ国0枚でも10枚になります。ちょっとした小ネタです、これは。キノコ国0枚にしようが、豆に込め10枚になりますからね。たったのコイン10枚なら、うっかり秘密をばらしちゃうかもなり。ということで、豆にコインあと100枚。この星屑屋が集めてきたクッパを助けてやる。なので、初めの目的は雑魚敵の戦闘してコインを稼ぎつつ、チュートリアルの場所がちょっとありますんで、そこをこなしていく感じになりますね。まあ、あんまり面白いとこないんで、チュートリアルのとこまでカットします。おっと、星屑ハハラではもちろん、敵が全部もうオリジナルですね。正直言うと。レサレーサーみたいな。あ、あと、ちょっとこれ見てください。アシスト。このアシストっていう機能がちょっとあるんですけど、これをつけると、戦いが緩くなります。まあ、例えばね、敵の狙う方向が必ずわかるとか、そういった点のアシストがあるんですけど、まあ、もちろんなしです。キープレイなんで、3周したんでね、それはなしでいいでしょう。さあ、このでかい星の場所に何があるのか。ここはですね、重要なポイントですね。この星草ヶ原にはいくつかこの星の床があるんですよ。星影群像、さっきの流れ星は我が国を襲うエイリアンかもだ。我々星影協会の何が何としても見つけ出すのだ。望遠鏡使うほどじゃないだろ。距離めっちゃ近いって。星影大将、何やら怪しげな物体が通り過ぎたりもます。目にしみると鮮やかな緑色だったね。そりゃまあ、それ望遠鏡使っとるでな。うん、その目で見ない。使わんで、使わんで。うむ、こちらも確認あるよ。しかし緑ではなく赤である。確かに自分の目で初めから確認しろ。一手間多いんだ。無言で見つめ合う。無言で、無言で、驚き合うな、驚き合うな。おなんだお互いもう旗振りゲームやってんのか。うん、マリオは一人でいけます。ああ、もうぶつかるほどない。おお、なんと記憶力マリオではないが、遅いんだよ識別が。マリオとルイージ一応知ってる方もいらっしゃったんですね。緑のヒゲなんて言われてますけどね、ルイージにとってはちゃんとね、マメリア王国でもね、名は知り当たってたと。ピーチ姫の美しい声で、そんなことに、はい、協力しようではないかということで、ブラザーアクション、これがね、マリオ RPG、マリオ RPG、マリオ RPG でした。ルイージごめん。というわけで、今まで越えられなかった段差とか、段差と台差の間を移動する手段がここで覚えられるようになります。じゃあ早速やってみましょう。普段こうやって上がれない段差、これをまあ
今もう下画面にもね、下画面で操作もできますね、ちなみに。L でね、変えることもできるんですけど、下画面で変えられるようになりました。これは DS の特権ですね。このハイジャンプを使って、あ、GBA で歩けなかったんだけどね、歩けるようになったね。これで高い段差にジャンプできますね。もちろんこの他にもいろんなアクションがあるんで、まあそれはおいおいって感じですかね。で、この星影軍曹から教えていただく技、もう一つありまして、こんな高い段差の間を普通に越えられないんですよ。失敗。だが人生は長い。ということで、どういうことかというと、今度はね、L ボタンをさらに押してスピンジャンプ。そして A を押す。そして、こういう風に、ちょっと対空できるんですね。そうすれば、こういう風に、段差と段差の間を越えることができます。これが、今後ね、いろんな場所を越えるに必要になるアクションですね。他にもまあいろいろこの下画面にある限りあと6つぐらいあると思いますけど、6つあったかな。さあ、再びここに来るとね、また星の床があります。ということで、お待たせしました。再び登場。感激の3回なのだ。これを一つちょっと覚えていただくと面白い伏線があるんですけど、まあ今後につながる伏線ですね。はい。フィールドで新しいアクションを覚えると、バトルでも新しいアタックができる。さっきのハイジャンプやスピンジャンプを覚えると、バトルでもそれを使って強力な攻撃ができるってわけですね。はい。というわけでね、それを練習しろということです。はい。見ててください。いや、出すぎだろ。どこから集めてきた。このハエマルたちはどこから集めてきた。こちらですね。スプラッシュブロス。まあ、ハイジャンプを取得したことによって得られる技ですね。難易度は普通と簡単があるね。昔はですね、このスローモーションだったんです、簡単っす。3つ難易度があって、ボタン操作の、ボタンをここで押せっていう表示がある等倍速が普通。スローモーションかつ、ここでボタンを押せっていうのがあるのが簡単です。ただその分、消費する、まあ、MP っていうんですか、ブラザーポイントって言うんですけど、このゲームでは。それが多いです。まあ、なぜか2つしかないのがちょっと気になるんですよね、正直。まあ、正直、タイミング分かってます、僕。まあ、普通でも多分出ると思うよ。はい、せーの。赤く光るね、やっぱ。だから、これがあるんだよね、ちゃんと普通だと。一番難しいモードでは、それすらないです。全部感覚でやります。ただ、難易度が難しければ難しいほど消費も低いし、与えるダメージもでかいです。なんでね、まあ、どんどん高難易度に挑戦していくのが大事ですね。いきまーす。せーの。はい、次 B の A の性能配置。わかってるわかってる。やり込んでますから。簡単だとどうなるかちょっと見せましょうか。A って出ます。はい。はい。あんまり変わんない。正直普通と簡単はあんまり変わらない。こうしてみると。全然変わんねえな。え？なんか全然変わんない。全然変わんないわ。なんか。なんか変わった。ブラザーアタックを使い続けた新たにデラックスアタックっていうね、ちょっと派生系が生まれることがあります。一概に強いわけじゃなく、なんかね、面白い効果があったりするんで、まあ、やってみて損もないですね。とにかく連打するみたいなのもあるんで。それがちょっとね、面白いですね。はい、これでブラザーアタック、終了です。さあ、100枚コインを集めたんですけど、ちょっと面白いことになって、実はね、GBA ではできなかったんですけど、3DS 版、敵と一度も戦わずして、100枚集めることが可能です。これはどういうことかって言いますと、普通に敵と戦ってると4レベルぐらいなんですよね、大体。3か4かな、みたいな。現在レベル2です。敵と一切戦わずして、ここまで来たんで、レベル2で、レベル2で、ここの、ホッシー将軍と、イベントを行くことになります。キプレイなんでいけるとは思うんですけどね。じゃあ、ここのチュートリアル面、パッと終わらせちゃいましょうや。お前たちのゴミをただいま101枚。ふふー。やるじゃねえか。それじゃ、100枚とず、ゴミ全部もらうぜ。さあ、ホッシー将軍、こんな顔したやつがね、すぐ出してくれるかって言ったら、え？そこから出す？お前を助ける？
何のことだい？ここはもうキノコ王国じゃねえんだ。よそ者はとっとと消えな。レベル2で行く。これレベル2で行くの初めてなんだけど。ホッシー将軍意外と強いぞ。言っとくけど。さあ行きましょう。とりあえずブラザーアタックを打ちまくるって早期決着のやった方がいいっす。 HP は50程度あるんで普通にジャンプするだけ。ただどん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 ガス欠していくんで、アイテムのこのシロップとかを使うとね回復できたりするんで、この辺りをうまく使っていきましょう。ちょっと正直ワンパンされる可能性あるのが怖いんだよ。いきます、ホッシー将軍いくぞ。はい、レベル2に挑むのは初めて だ。4しか出ねえ。嘘、この前のプレイだったらさ8ダメージぐらい出てたよね。一撃8とか出た。ホッシーレベル4だもん、そもそもやばい。ちょっとそもそもダメージがやばいぞ。4しか出ねえ。来るぞ。はいはい、オッケー。食らっちゃいけない、これ食らっちゃいけない、これは食らっちゃいけない。低レベル攻略すぎる、いくらなんでも。え、次 B のせーの、はーいじゃんって。よ、大体育ってれば8とか、ま、出たら9出ます。4はやばい。ちょっと敵の防御が高いし、こっちのレベルが足りてねえな。おいしょ。ん、なかなかいるな。欲しい将軍気をつけて。1、2、はい、よいしょ。はい、1、2、はい、よいしょ。OKOK。欲しい将軍今んとこ大丈夫。こーわ。確かね、結構食らわすよ。OK。難易度ちょっと上がってんだよ、敵の。これ、1回目の白クレアは言えなかったんですけど、敵の全体的な攻撃力が増してます。実際言うと。ここにアシストとかつけるとちょっと楽になるんですけど、だから、まあ、前作をプレイした方には、かなりね、難易度がね、いい感じになってる。いくぞ。はい、1、2、はい、よいしょ。はい、1、2、はい、よいしょ。大丈夫、大丈夫、それは大丈夫。いやーもうガス欠する。ガス欠したらきついぞ。同じところに、ホッシー将軍が鉄球投げて、やばい来る。あ、これ飛ばない、飛ばない、飛ばない。オッケー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 、飛びません。え、これ飛ぶ。あ、痛い痛い、うわー、やばい。9はやばい、ワンパン圏内だぞ。使った方がいい。今のケケケケケって笑った時は、こいつは飛ばないんですよ。ただ、ちょっと待って、こんな食らうの？半分食らうのかよ。やばいって、序盤のボスの強さじゃないだろ、こいつ。低レベル攻略、難しいだろう。いや、手はわかるんだけど、笑う！飛ばない！オッケー！ケケ、飛ぶ！飛ばない！ 1、2、飛ばない！飛ぶ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 ！怖い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 。ワン、ちょっとツーパンだよ。ね、こんなクソ島でツーパンとかあっていいの？やばい、ちょうどいい難易度だ。来るぞ。笑う。はい、1、2、3、オッケー。はい、笑う。1、2、3、止まない。飛ぶ。めっちゃくる。ちょっと戻って戻って、金庫使おう。使っていい、これ使っていい。めっちゃ強いんだけど。全然終わんねえし。え、来るぞ。えい、はい、1、2、オッケーオッケーオッケー。はい、笑う。はい、1、2、マリオ来ると、はい、マリオ、はい、オッケー。あー、怖怖い。こんなに緊張感の序盤のボスって。こんなにホッシー将軍強かったっけ。9だもんな、一撃。よっしゃ、当たって。分かってれば勝てるもんよ。何位が高っ。ただですね、さっき黄色い床があると言いました。ということで、この下のホッシー将軍の下のには何があるかというと、黄色い床があるんですね。ああ、ホッシー将軍。イライラしてます。イライラしてね、ついにね、イライラしてちょっと火つけたくなるんですよ、こいつ。イライラするだけでさ、火つけるって相当だぞ。ひえー、マリオ緑の火、ピーチ姫をこれ必ず取り戻すのだ。
あとは任せたぞクッパクッパと分かります。これでホッシー将軍最後の最後に戦犯やらかすんだよな。さあようやくねマメリア国境の方に入りまして、ようやくマメリアの町ですね。じゃあ少し進んでいきましょうか。くせ者だこういうイベントがあるんですよ。ついに見つけた豆工場、どこにあった。お前たちが我が国の豆工場をさらったに違ってない。ノー、目撃者も言うな、素直に白状せ。ノー、目撃者誰か知らないけどって話ですよね。何、マリオとルイージだと。キノコ国のスーパースターこんなのいるはずがない。欲しい将軍そいつら嘘ついてないぞ。ゲルゲモラというやつを追いかけてきたぞ。見かけるよりも強いぞ。意外といいやつですよね、こうしてみるとね。欲しい将軍、その身をもって証明していただきました。この国を豆っ子王子が何者に連れ去られたらしい。このウフ村に豆っ子王子がいるらしいということでね。変な目で、あのさ、どうやったらそれ間違えんだよ目撃者と。もう心当たりだらけだろうが。というわけでね、マメック王女探す旅になります。はい、というわけで、無事にですね、ここに着いたってことで、あのセーブデータ、さっきの、あのね、初め見せたセーブデータはここまでです。ここからは、僕の育ったセーブデータでやっていきたいと思いますね。次回から、育ったデータで、低レベル攻略するのはちょっと辛すぎたね。ハンデは十分だよ。